だってもう、ね、言い方もうド定番やん。さっきのアイスのバニラから考えたらもうケーキといえばっていうね。行こう行くで行くで、せーの、モンブランケーキ。あれ、シフォンケーキ。なんでシフォンケーキ。ちょっと待って一旦ちょっと待って、なんかさ、ずれてないし。テーマがシフォンケーキって、シフォンケーキって結構こう限定的やな。モンブランやった、モンブランやったね。でもショートケーキですよね。じゃあもうもっと限定して、おみんな映画とか見る？見る。映画見好きよね。まあまあ見る。じゃあローから始まる名作映画といえば、ローから始まる名作映画。うん、分かった。名作、もう定番の名作映画があるでしょ、ローから。あーあるね、あるね、確かにあるわ。あ、あるけど2つ出てきた。どっちやー。わー、2つ出てきた。あ、そうか、2つあるわ。2つ出てきた。え、2つあんの？ 1 つしか出てけ。時代がえらい違うけど2つ出てきた。そうそうそう、どっちの時代に行くか。うわー、これはいけるんじゃないかと。わかった、じゃあもうリーダーにかけよう。俺はリーダーに合わせるわ。俺もあれしかないもん。俺大好き。俺大好き。こっちやと思うねんな。石井が固まっている。いや、映画見たいからさ。あ、ちょっと待てよ。いや、映画見ない人でも知ってるローから始まる名作はある。いや、あのね、俺ももう一個出てきて、どっちも好きやわ。あー、2つ出ちゃった。2つ出ちゃった。あの、長い系と。ちょっと待って、それ言うたんか、それ言うたんも分かってます。でも、どっちで行こう。覚えてるのが一つしかない。あ、じゃあ行こう。じゃあ行こう。そっちで行こう。大丈夫、合う合う。え、ちょっと待って、覚えてんの？何を？イッシーが覚えてんの。あー、どっちで行こう。もう定番よね。定番行こうか。せーの、ロード・オブ・ザ・リング。そっちやんな、やっぱ分かれるよね。そう思ったわ。思った。ロッキーあれ、割れた。ロード・オブ・ザ・リングやんな。そう、その2つ分かれてどっちやろって。俺はロッキーにしようとした。やろう。俺絶対そうやと思ったもん。けど、イッシーの思考を読んで、だからあったよね。あったね。さすがリーダー。もう大体ズレてる意思分かってきたわ。リーダー、意思の気持ちをもちょっと呼ばなあかん。じゃあ本当やったら3人はロッキーやったってこと？ロッキーやった。いや、まあ2つ出てたけど、ロード・オブ・ザ・リングが出たよ。俺も出た。どっちやろと思ったけど、みんな、映画行こう。突き詰めたらキリない。惜しかったな。いや、どうやったら合うんやろ君ら、ほんま。まあ原因は今のところ僕になってるけどね。そうね、最終一心に合わせに。いや、これも二択になんな。これも二択なるけど、行こう。イタリア料理といえば、イタリア料理ですよ。イタリア料理がまずどうなんで。やん、定番どころ二つあるやん、どっちかやん。二つ。あー、分かった。どっちかや。はい。俺もその2つ言うてる時点で1個しかないから、これは合うよ。俺3つぐらい出てくんねんけど。あれ、あれやん、イタリア料理といえば。もうあれしかない。イタリア料理大体食われへん。確かに大体食われへん。大体食われへんもんね。でもよくな、石大丈夫。え、大体食われへん。俺大体食われへん。イタリア料理大体食われへん。食われへん要因があるやん。要因がいっぱいあるやん。そうやん、それ考えたら分かるやん。でもそれ言い出したらそっちに行っちゃうんかな。まあ行こうか、とりあえず言ってみよう。イタリア。嘘やろ。じゃあどうやったら位置に合わせられるの、ほんまも。まあとりあえず行こう。あ、とりあえず言ってみて。決まった。ヨーロッパ系の飯を。イタリア。イタリア。ピザ。いや、言うた。なんで言うた。なんで言うたよ。言うたあかんやん。え、ちなみにもう言っちゃったからあれやけど、俺ピザ言おうと。ピザ言おうと。俺パスタ言おうと。あれ、合わんかったわ。ピザで俺合わせてほしかったんけどな、今。あー、なるほどね。よっしゃ、もう最後、ラストしようか。ラストしようか。デキレースします、じゃあ。お、まあ最後やからね。ちょっとデキレースしますわ。サービス問題ですよね。デキレースしますわ。デキレース、はい。カップ麺といえば。出たー。さっきちょっと言うてたー。俺に合わせる。いや、これはもう人の話聞いてれば分かる。え、忖度する？分かるあれですよ。俺忖度するわ。え？俺高に忖度するわ。でもあの時の動画も2つ出て、めっちゃ悩んで合わせに行くっていう意味でこっちにしたんやけども、ほんまは俺こっちやね。え？え？よう分かった。あの時も2つ悩んで、奇跡的に3人やったけど、1人 UFO おったけど。
過去の動画見たら分かるけど、過去 UFO おったけど、合わせようか。ただこの流れで今イッシーに合わせるなら俺はあっちやねん。あーそうか、イッシーが、そうか、そうこいつは多分あっちか。え、あっちってどっち？いやいや、もうあれでしょ、だってもうさっきの会話の流れをちゃんと聞いてたらもう言うべきことは一つしかないでん。一応、あの、そっちを考えてます。やろ？あ、ほんまに？あ、そうな。ちゃんと話聞いてたら帰んでいい？あ、じゃあ行くで、行くで、行くでよ。せーの、ヨンベイ。どうですか、一人最高やね。今の絶対ドンベイの流れやろ。今ドンベイの流れやんな。あれ、ドンベイが言ったやつ。ちゃんとドンベイ言ったよ。ドンベイ言った。ドンベイ言ったよ。なんで UFO 言うの？ UFO 言うたよ。完全に、完全に。フォーっていうのが聞こえちゃう。ちょ、待って、これ、スローで聞き直そう。せーの、スロー。せーの。これだってさ、タカ君がわざわざ UFO のやつもおったからなっていう、ちゃんと合図も出したのに。まあ、ということでですね、またもう一問いく。もうラスト、泣きの一回、泣きの一回、泣きの一回。いやもうこれ外したら無理やろ、できねえ。もうできないやつだよ、ちゃんとぴったり合わせよ。わざと外してたろ、絶対。なんやろな。じゃあ最後あれでいきますか。何ですか？レジブルーの曲といえば。それ分かれるやろ、絶対。いやいや、おもろいかもしれへん。みんな各々が持ってるのが分かるやん。これで揃ったらそれ流そう。で、揃わんかったら俺の気分で。じゃあ最後は今ちょっとパッと出て、デイジーブルーの曲といえば代表曲はこれだろうっていうのを。うわー、代表曲言うたらな、もう。いやだから、そんな自分らが持ってるデイジーブルーといえばこの曲っていう。デイジーブルーといえばこの曲でしょうっていうのがね。もう、そう。俺はもうあれしかないわ。いくで？あれしかないわ。あれ、あれ、そうやな、やっぱり。俺好き。いや、それは分からん。それは分からん。じゃあ行くで。いける？タカいける？いやー、外しそうやな。じゃあまあまあ、ええやええや。おのおの。おのおの、デイジーといえばこの曲や、言うて。俺は、大事な時には必ずするやつやで。え？うん。え？大事な時は必ずする。ライブ、大事な時、全部のライブ大事やったけど、ほんまにここぞという時には必ず持っていったナンバーですよね。確かに。そうですよね。欠かせない。とりあえず行こうか。行くで。オッケー、オッケー。行きますよ。せーの、ラストオード。あれ。みんなバラバラじゃん。いやなんかスパイラルが被ってるような気がするね。スパイラルワールド。スパイラル、え、ワイルド。ワイルド。ワイルド。そう。スパイラルとワイルド。ラバー。ラバー。あ、バースト。バースト。ほらみんなバラバラ。じゃあバーストがすごい悩んだ。そう、バーストは悩んだ。そう、バーストは悩んだ。バーストと大事なところでやるっていうから、あ、スパイラルワールド。そうそう、大事なとこっていうのがすごいなんか。いや、じゃあほぼやってるやん、それ。そのどっちかは。だ、代表曲。はい。てなわけで。はい、てなわけで、ね、まあ、これを機にもっと4人の絆を。そうやね、また。ベイブル自体がバーストしてもらえ。またおいおい、おいおい、まだやったらいいんちゃう？何ヶ月か経った時にもう一回やってみよう。やったらということで、また何かこういうゲーム面白いですよとかあればですね、ちょっとコメント欄なり質問箱なり、いただければまたやりますので、投稿の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、お忙しい中ちょっと問題出していただいて、ゲッシーありがとうございました。ありがとうございます。いやもうカップ麺でそのままありえへん。あんだけ布石立てて。いやちょっとね、癖のあるバンドですわ。ということで、スペシャルゲスト、ゲシーでした。ありがとうございました。じゃあ、リーダー、今回はここまでということで。気分の曲を。もう、これはね、合わしたかったよね。はい、じゃあまあ、今回は連想ゲーム、うん、みんなの。合いませんでしたけど、みんなのあのあれがね、そうそうそう、合いませんでしたけど、まあ徐々に徐々に合わせていきますので、ライブまで期待していただければと思います。はい、じゃあこの曲でいこうぜ。みんな一つになろうぜ。バースト。また次回、続きはライブハウスで。 See you。